ナナ。お。どういうこと？はあ、ごめん。あれ、日焼けした？なんか雰囲気が違って見えるんだけど。そうだ、この前はごちそうさま。素敵なお店だね。あんなにくつろげたのは久しぶりだ。いや、そんなでもないかな。近頃は怪盗団を支持する人たちから。それより君の学校大変。例の体育教師の問題行動被害に遭った生徒は、大人のどんな理由があれ何かあったら言ってくれ。早く出。ちょっと。電車の広告見た？マスコミが学校に来んだぞ。興味くらい持てっての。怪盗騒ぎの囚人学園、校長ら教職員が組織ぐるみの不祥事隠し。もうすげえ騒ぎになってんだから。これ校長とか大丈夫なの？てかさ、大物狙ってって大正解だったな。どこも俺たちの話題で持ちきりだ。もっと。ごめんなさい。ああ、大丈夫。今の子、ありじゃね？怪盗団今来てるからさ、誘ったらいけっかな。実は俺、怪盗なんだけど。って言えねえとこが辛いんだよな。先生もやったんすか？隠蔽。私だって初耳。警察に聞かれても適当なこと言わないでよ。ほんとこんなんばっかで。また親戚中から電話来る。ああ、ちょうどよかった。これもしかして聞いてるかもしれないけど、修学旅行の話。今事件のことで学校に警察がまたいろいろ入っちゃってるでしょ。それで引率の先生の何人かが事情聴取に呼ばれることになって、ちょうど修学旅行の日と重なるのよ。聞いてます。でね、さっき職員会議で出た話なんだけど、3年生に代理の引率頼むことになってね。
新島さん、悪いけどお願いね。はあ、ほら今年の2年生何かと癖の強い子が多いでしょ。受験で大変だろうけど新島さんの成績なら大丈夫だと思うし、お願いできない？心配いらないって、あなた以外にも何人か行くから。そういうことでしたら。本当？助かった。じゃあ話進めとくね。ちょうどいいか。いい？聞いてるのか？いらっしゃい。どうぞ。気をつけてね。おい。Twilight on and on.
いよいよだな。何が飛び出すか。ナナ。いいか。君が良ければ。皆さん、ですが、ありがとう。いや、ではまた頼むよ。忙しい？保管した証拠品のリストアップよ。バイトでもできそうな雑用、こんなことしてる暇ないのに。職場だとイライラが顔に出そうだから持って帰ってきちゃった。お疲れ様。片手間にこなせるほど怪盗団の件は甘くないのに、マスコミも無神経に騒ぎ立てるから聞き込みでも警戒される一方よ。先月だって情報を握ってそうな男から何にも聞けなかったわ。脅しまで試したのに。強めに問い詰めたってだけ。ああ、そうだ、私来週から修学旅行、引率の先生が事情聴取だから、その代理。いいんじゃない、学校側に貸し作れるし、受験には差し障りないんでしょ。それは大丈夫。お風呂先でいいよ、私勉強あるし。じゃあそうしようかな。これでいいのよね。あるよ、ただのとこ。ありがとう。早く。嘘。
と少しなのに。あ、お姉ちゃん。何？新しい入浴剤買ったんだ。さっきの棚にあるから入れといて。別にいいけど。よし。うまくいったみたいだな。さて何が出てくるかと、その前に学校だ。ざけんな。これだ。やりますね。はい、これ一応やれてると思うけど。ふんふん、任せろ。うわ、これ全部もらってきたの？全部ハワイ？どうせおとなしくしろってんなら楽しまなきゃ損だろ。見ろよこれ、なんかビーチででかいウミガメの見物あるらしいぜ。カメよか料理でしょう。こういうサイズの分厚いステーキ、日本だとあんまないよね。あと、マヒマヒ？何これ、シイラって魚？美味しいの？どこの学校もシーズンだな。うちも修学旅行なんだ。へえ、そっちはどこだ？ロサンゼルスと言ってたな。似合わない。ユウスケは日光とか奈良とかじゃん。なんだって足しになるさ。日本画の岩絵の具だって元は伝来したものだ。ハワイとロスな。お前ならどっちがいいよ。それどこの国？うちだ。もしかして飛行機怖いとか？しばらくお別れってわけか。お土産買ってきてあげるね。お、データいろいろ出てきた。ざっと見た感じだけど、人為的で一連性だって。偶然廃人になるわけじゃないって意味よ。犯人がいる、事件だってこと。っていうか廃人のことだけじゃないな。前から騒がれてる精神暴走事件ってのも同じ一連の事件って呼んでるっぽい。
さすが誠の姉貴。全部解析するのにどのくらいかかりそう？量があるから一晩じゃ無理だな。でも旅行から戻ってくる頃にはなんとか。報酬はね、ハワイとロスの土産な。なんか双葉、相変わらずすごいね。情報戦ってのハイテクで今時っていうか、ちょっと映画みたい。別に怪盗なんだから当然だろ。我が輩だって車になったり。張り合うなって。なんだと？モルガナは今のままでいいの。生意気可愛い感じ。可愛い。アンドの我が輩は。さて、続きは旅行から帰ってからだな。それまでに怪盗団人気がどんだけ高まってっか楽しみだぜ。皆さん、豊かに見える日本社会ですが、たくさんの若者は恩恵を受けていません。仕事はない、保証がない、蓄えもできない。未来を担うはずの若者が未来を描けないでいるのです。何ぶつかってんだよクソガキ。悪いのはそっちだろジジイ。これはいかんな。こういう時に逃げる手はない。喧嘩はやめなさい。大した理由でもないのに争いにしてどうするんです。てめえが関係ないだろ。お前リアルにうるせんだよ。なんなんだこいつ。演説に戻りたいと思います。皆さんと共に未来を作りたいのです。善人ぶってんな。ムカつくぜダメトラが。何偉そうに語ってんだ。な、誰がお前なんかを当選させるか。また金ちょろまかすのか。また有権者をバカにするのか。この政治犯罪者が。いやまあそれは昔のことで。やってしまったな。そう呼ぶ人もいる。ダメトラと怒鳴られるとパニックですくんでしまう。20年来のトラウマがあってね。君には伝えておかないとな。かつて私は国会議員だった。
有力議員が後ろ盾の倉本チルドレンというブームに乗って当選したんだ。もう20年近く前のことだ。当時の私は浮ついていた。議員として人間として未熟だった。その未熟さから派手な連続スキャンダルを起こしてしまった。それがダメトラのトリプルプレーだ。私的な旅行で大事な議会を欠席、これがワンアウト。続いてなぜか多額の党費の使い込みが判明で2アウト。その釈明会見のはずが有権者をバカと呼ぶ舌禍事件を起こして3アウト。政治家失格の烙印を押されたんだ。君は議員になりたいと言ったが、私はこの通りの人間だ。こんな私の指導を受けたいのか？そう言ってくれるのは嬉しいが、当選の見込みもないと言われる男だぞ。なぜ私なんだ？励まされているな。いや、君の言う通りかもしれんな。演説で最も大切なのは自分を信じること。もう一度信じてみるか、自分を。いや、一本取られてしまったね。君は不思議な子だな。よし、こんな私の演説術でいいなら君に伝授しよう。その代わり君には今後も手伝いを頼む。取引と行こうじゃないか。我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我太陽のペルソナの生誕に祝福の風を得たり。自由へと至るさらなる力とならん。国会議員の夢実現させようじゃないかと少し話し込んでしまったか。今日はこの辺りにしておこう。君、頼むよ。悪質なゲーマーか。メメントスの可能性もあるな。セントラル街のゲーセンだっけ。まずは見に行ってみようぜ。よーし。
ナナ。いらっしゃいませ。よし、帰るとするか。ああ、帰ったか。皆さん、君、よし。よし。
またよろしく頼むよ。